1957年のバブルカーであるハインケル、カビーネ2012年に登場したルノー追 g 世界的にはマイクロカーに分類される軽自動車の一つ、鈴木アルトマイクロカーは最小サイズの自動車を指す用語。世界的には3輪、または4輪で多くの場合は排気量 700cc 未満のエンジンを搭載する。具体的にはバブルカー、サイクルカー、あるいは 日本の軽自動車に相当する。日本のミニカーと同義とみなす向きもあるが、厳密には規格として異なる。マイクロカーは通常の自動車とは別の規制の対象となることが多く、登録等の要件が緩和されている。ほとんどのマイクロカーはガソリン、またはディーゼルエンジンを動力源としているが、近年、電動マイクロカーがより一般的になっている。 マイクロカーの講師と呼べる車両としては、1895年から1910年に製造された一部の小型車やミワ車を指すボーアチュレット、や、主に1910年から1920年代、後半に製造された小型、軽量、安価な自動車の一種であるサイクルカーがある。1955から1964。 メッサーシミット KR2001959 から1962、リセッタ 1965PLP50 マイクロカーと呼ばれる最初の車は第二次世界大戦後にイギリスとドイツで製造され、1960年代まで人気を博した。もともとはミニカーと呼ばれていたが、後にマイクロカーとして知られるようになった。フランスでもボワチュレットと呼ばれる。 同様の小型車を多数生産したが、海外で販売されることは、ほとんどなかった。マイクロカーには3輪、または4輪があるが、ほとんどが3輪車であり、多くの国で低税の要件があり、オートバイとして認可されていた。もう一つの一般的な特性は、700cc 未満のエンジン排気量である。ただし、1000cc 未満のエンジンを搭載した車両もいくつか存在し、 マイクロカーに分類されている。いずれにしても多くの場合は元々オートバイ用に設計されていたエンジンを使用していた。マイクロカーは第二次世界大戦後オートバイ輸送が一般的に使用されていた時に始まった。悪天候でも走行できることからミワマイクロカーはオートバイの免許証のみを使用して運転できるイギリスで人気が高まり始めた。 最初のマイクロカーの一つは1949年に登場したボンドミニカーである。マイクロカーはヨーロッパで人気を博した。安価な個人用輸送の需要が高まり燃料効率が向上したことで1956年のスエズ機器の影響もあり燃料価格が上昇した時にマイクロカーがさらに重要となった。マイクロカーブームは 普通車が再び人気を博した1950年代後半まで続いた。1959年に発売されたミニは手頃な価格でより大きなサイズとパフォーマンスを提供し、マイクロカーの人気を追いやった。マイクロカーの生産はミニ、シトロエン 2CV、フィアット500、ルノー4の登場と競争により、1960年代の終わりまでに衰退した。 1950年代と1960年代の主にドイツで生産されたいくつかのマイクロカーはバブルカーと呼ばれていた。これはメッサーシミット KR175、メッサーシミット KR200、FMRTG500 などの航空機スタイルのバブルキャノピーに由来するものである。急イいイッ待のような他のマイクロカーも同様の外観をしていました。バブルカーのドイツのメーカーには 元軍容器メーカーのメッサー・シミットとハインケルが含まれていた。BMW はイタリア製のイソ、イセッタを自社製、オートバイエンジンを使用してイソのライセンスの下で製作した。イギリスにはライセンスで作成されたハインケルカビーネとイセッタの右ハンドルバージョンが存在した。イギリス版イセッタはイギリスの三輪車放棄に適合させるため後輪を 元々のイセッタの二輪ではなく一輪に設計変更させている。このほか、ピールトライデントなど、イギリス発祥の三輪、マイクロカーも存在した。バブルカーの例としては、常日の他にシトルエンプロトタイプ C、フルダモビル、ハインケルカビーネ、ピール P50、ピールトライデントなどがある。近年のマイクロカーとしては、2001年に登場した、エグザムの XX シリーズがある。 また、スマートフォーツーは、アメリカでは、マイクロカーに分類されることがある。ただし、ほとんどのマイクロカーとは異なり、運転するには、通常の自動車運転免許が必要となる。量産化された電動マイクロカーとしては、1987年の、シティエル、1990年のオートモビルズイラットスプシャ、1999年のマイヤーズモーターズ、NMG、 2001のリバイ、2009年のタザリゼロ、2011年に復活した PLP50 などがある。欧州連合は1992年に四輪車カテゴリーを導入した。それ以来、ヨーロッパのいくつかの国では、マイクロカーは政府によって、通常の車とは別に分類されており、オートバイやモペットと同じ規制を使用することもある。したがって、通常の自動車と比較して、 マイクロカーは登録とライセンスの要件が緩和されていることが多く、税金と保険費用が低くなる可能性がある。日本では全長3.240メートル、全幅1.48メートル、全高2.00メートル、排気量 660cc、定員4名、貨物積載量 350kg を上限とした自動車に対して、軽自動車という独自規格が定められている。 最小かつ最も出力が制限されながら、合法的に高速道路を走行できる日本独自のカテゴリーである。マイクロカーの規格に準じたトラックもあり、通常はキャブオーバー、またはバンスタイルでより多くの荷物スペースを用意する。これらは大型車には適さない狭い通りでの現地配送に使用されることが多い。日本国外では三輪のピアジオエープが 例として挙げられる。日本では軽自動車カテゴリーに含まれる軽トラックのほか、いわゆる軽三輪と呼ばれた軽自動車規格のオート三輪がこの分類に含まれる。ありがとうございます。